出身の一人で唯一日本古来のプロ神です。武行の神様、商売繁盛の神様として祀られています。右手に釣り竿を持ち、左脇に鯛を抱えるお姫様の姿が一般的に知られています。この釣り竿に含まれている意味をご存知でしょうか。釣り竿は心が素直になることを表し、釣り糸は寿命を長くし、釣り針は鎧の尻尾を釣り上げることを指しています。釣り好きなイリス様が出雲の磯辺で釣りを楽しむ様を舞います。イリス様が釣り竿と赤い扇を持って登場すると、続いてひょっとこが短剣を持って登場します。イリス様は釣りを楽しむために海水を取ってほしいとひょっとこに頼みます。ひょっとこは取ったふりをして、イビス様を相手にしません。イビス様といえば大切ですが、今日は何が釣れるのでしょうか。皆様、大きな拍手でお迎えください。
Thank you.